お疲れちゃんです、ロットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、こちらね、高ダメージ設計を作ろうというね、新しいチャレンジが来てますんで、これをやっていきたいなと思うんですけど、このチャレンジ僕騙されました。ここにね、こう、攻撃力の高いスパーキー、メガナイト、三獅子、ペッカのいずれかを主軸としたデッキを組んで、敵を攻め立てましょうと書いてるんですけど、なので僕はスパーキー、メガナイト、三獅子、ペッカのどれかは、絶対使わないといけないものだと思ってたんですよ。で、それで、まあ、デッキを組んで、こうね、僕の考えたデッキこれなんですけど、こう、チャレンジやってたんですけど、なんか、三獅子とか全然出てこねえなとか、ペッカも全然来ねえなとか思ってたら、これ見てください、一番上。どれも入ってない。しかも、メガナイトこの人いるでしょ？この人、見て、エリババ主軸。いや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 、ルールは？ちょっと待って、このチャレンジ、ルールないです。これ。ただの、言ったらチャレンジがただのバトルモードでした。というわけで、この皆さんね、こう使わなくていいらしいですね。でもまあ、一応ね、こう、ルール上、ルールなのか、これはもう、ルールでも何でもないと思うんですけど、一応ね、どれかを主軸としたデッキを組んでって言われてるので、僕はね、こう、ちゃんとね、このモードに沿った、スパーキーをね、こう使ってね、やっていこうかな。これですね、巨石スパーキーですね。を、まあ、使ってね、クリアしようと思うんですけど、別に何のデッキでもいいみたいなので、言っちゃえばね、言っちゃえば、こう自分が得意なデッキ、だから普段マルチで使ってるようなデッキでいいんじゃないかなと思ってますね。これ一生懸命考えましたね。まずなんか、ペッカとメガナイトと、スパーキーと三獅子で、普通に考えてどれが強いかってなった時に、まあ、全部陸だし、スパーキーが腐ることがなくて、これ絶対スパーキーゲーじゃんと思いつつ、そう、スパーキーを入れて、こう考えたものの、全然来ない。ペッカも三獅子も全然来ない。来たのはエリババ。という感じでね、本当にいらない、いらないみたいなんですけども、このデッキはね、結構普通に強い気がしますね。必死にレイジ入れるかなとか、対空はどうするかなとか、必死で考えたんですよね。スケルトン部隊がペッカにもメガナイトにも三獅子にも、スパーキーにも全て優秀とか、わざ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 考えたのに、僕の考えた時間は無駄でしたね。はい、このチャレンジ何でもいいみたいです。というね、すごい緩いね、チャレンジがね、まあ、来ちゃいましたよと。いうので、皆さん、でもなんか報酬が意外と良かった。いろいろもらえる。三獅子だけもらえたんですね。なので、もしかしたら、スパーキーとかウルトラも普通にもらえるかもしれないですね。という感じで、まあ、やってるんですけど、本当に何使ってもいいですよ。だから僕はただただ、今からね、変なデッキで、いや、マジでうますぎ。変なデッキで、こう、ちょっとチャレンジね、クリアするよっていうのをやっていくんですけど、これヒースピーいらないでしょ。残る？おい、来た。そして、ミニピヒースピー、ザップを構えて、よいしょ。これミニピが入りつつ、キョスケが、キョスケの爆破が、むにょーというわけで、まあ、これスケベでね、基本的に全部回れますね。よいしょ。さあ、というわけで本当に今日は僕のこのデッキはめっちゃ今回完成度高いわと思ってたんですよね。作った時。そう。なのに、入れなくてもいいっていうね。書いといてほしいですよね。ただし使わなくてもいいですよと。あ、でもなんかクラン対戦シーズン2に向けてなので、こう次のシーズン、ん？なんかクラン対戦のこうレベルアップしたやつで、もしかしたら、こういうなんかね、その時には絶対こうメガナイトとかそういったユニットを使わないといけないチャレンジっていうのがあるのかもしれないですね。まあ、そう考えたら使っといて損はないかなと思いますね。よいしょ。さあ、というわけで1本折って。いうことはもうクラウド対戦楽しみですね。次、なんかパワーアップしてくるみたいなんですけど。何がどうなるのか僕はね、ちょっと全然無知なんですけども。さあ、スケルトン部隊ですね。最強です。スケルトン部隊で陸ほぼ全部止まります。さあ、あとはもう形組んで、ヒースピも添えて、おじいじいゲーミングという感じなんですけど、本当にこれあと4回する必要あるかな、一応クリアしたいので、やるんですけど、一回ね、てか待って、本当に、でも僕は、このカード入れてますけど、これ外してできんのかな、一回これちょっと待ってくださいね。気をつけでしょ、なんか、一回だけ、ちょっと試してみますか。もし、あ、バルーンとかないんだ。なんかないんだ。主軸が、あ、うわ、なるほどね。主軸がないんだ。気づきましたね。ロイホグとか、ホグとかがないんですね。そういうことか。それを、
1枚使えて、使わなくてもいいけど、その代わり他の主軸になるよっていうことなんですね。あ、なるほどね。そういうことだったんですね。ということは普段ホグとか、こうロイホグとか、ゴレとかも多分ないんですよね。主軸なんで。そう、そういうのを使ってる人からしたら、うわぁ、このデッキね、もう最強です。ぜひ使ってみてください。まあ、なんですけど、普段から、いや、俺別にいつも30使ってるしとか、俺別にいつもペッカ、俺ペッカも極めてるから。っていう方は、謎のイキリシステムなんですけど、そう、そういう方は別に普段通りでいいかなと思いますね。これちょっとザップします。ザップして、よいしょ。さあ、スパーキーってあれなんですよね。スパーキー一発受けただけだと残っちゃうんですね。なので、ザップをすることによって、ええ感じになりますよ、というわけで、そうですね。主軸がこの4つに決まってるってことなんですね。ああ、やっと趣旨を理解できましたわ、僕。ごめんなさい。僕がバカでした。本当に。いや、なんで、ただの緩いモードじゃんって思っちゃってたんですね。普通に騙されてましたね。さあ、というわけで、ワンパーン、まあ、基本的には、その4つのね、4つのっていうんですか、キョスキスパーキー、キョスキじゃねえんだよな。こう、メガナイト、三重子、ペッカ、メガナイトの、まあ、どれかがいるよ。だけど、こう、まあ、主軸となるかどうかですよね、そいつが。まあ、例えば、さっき言いましたけど、誰だ？エリババとか。エリババを主軸と考えてる人はいるかもしれないですけど、こう、ゲームの自体としてエリババは、まあ、そんな主軸ではないかな、みたいな感じですよね、気持ちね。重量級、大型。まあ、という感じでね。さあ、相手が結構なんか、病んでる。病んでる。ワンチャン来た、捨てた、捨てた説ないですか、これ。普通にユニット出てきちゃった。というわけで、もう後ろからね、ユニット合わせて、端前キョスケして、もうあとは見守ればいいかな、というところですね。いや、他の主軸使えるんですね。何使えるんだろう、他に。何がいた？スケルとかは多分いないと思うんですよ。そう、さすがに。けど、なんか、いろいろ使えるなら別にこの4つに絞ることもないよなっていう。まあ、僕はちゃんとルール守るんでね。書かれたやつのうちの1体を使うんですけど。僕はね。まあ、だけど、多分使わなくてもいいみたいなね、感じでしたね。さあ、いいやいいよ。ミニピッカが避ける一発、ネス。さあ、今回の相手は、ちゃんとね、だからこれでもう性格分かっちゃいますよ。うわ。この人、ちゃんとね、こう書かれてる通りの、こう、ルールをね、守る人だというのが分かって、もし、今回の間だからそういう人ですね。もうちゃんとしてる、もう素晴らしい人なんですけど、もし使ってこない人がいた場合、あ、こいつ、ルール守らねえやつだな、というふうな、捉え方もね、することができますよ、と言ったモードですね。だから人間性を試されてますよ。皆さんはこのチャレンジで。このチャレンジで、あなたは、どういった人間なのか。こう、まあ、簡単に言えば、こう、ルールを守れないっていう風になるんですけど、もうちょっといい感じに言うと、こう、なんて言うんですかね、こう、ずる賢いっていうんですかね、こう、ルールには書かれてないけど、別に使えるから、こう、別に使うし、みたいな感じ、ちょっとずる賢い、逆にこう、まあ、頭がいい、天才型っていう風に捉えることも、まあ、できますね、と。まあ、言った風な感じで、僕はね、いい子ちゃんなんでね、書かれた通りに、ちゃんとスパーキーを使ってね、やっていきます。という風な感じでね。さあ、ライドラですね。相手も同じだ。スケルトン部隊めっちゃ強いですよ、これ。うんばー。そして、はい、キョスケで組んで、あ、これでメガナイトで踏まれるのちょっと嫌ですね。いや、でもこいつあれだ。2枚使ってやがるで。2枚。キョスケ、どれか1枚よとか書いてたのに、2枚使ってんな。そういうところありますね、この人は。この人は、まあ、そういったタイプの人だったっていうことですね。もうよくわかんなくなってきちゃったっすけど。さあ、いや、もう嫌だな。キョスケが嫌ですね。マジでキョスケが。で、なんならこっちにキョスケ来るんで、逆採を、もう、キョスケミニピとかしちゃいたいっすもん。逆採キョスケミニピしたら止まんない説ない。で、これ、ライドラが、あ、ライディ？ミスターライディ？ミスターライディ？さあ、スケルトン部隊最強。あ、相手も待って待って、同じじゃん。いや、ほぼ同じ。ほぼね。なんか、メガナイト言いましたね。メガナイトはちょっと違うんだけど、ほぼ一緒ですね。さあ、みんな考えることは同じとは、ほんとこのことですね。スパーキー降ってくる。で、ここですね、ここ。相手としては、こう、こっちにキョスケ蓋をしたいんですよ。だから、そうなると、逆サイドのね、こう攻めがね、相手からしたら苦しいよと。
で、これ一発打たしといて、ミニペで後ろ回収します。で、ザップ構えて、うぅ、来たー、ふいという風な感じね。まあ、ちょっとね、こう、うまいところをね、まあ、見せていくんですけども、よし。というわけで、あと2勝、いるかな、これ。まあ、集め、宝箱ね、集め程度に残り2戦ね、まあ、やりたいと思うんですけど、ちょっと主軸一回見てみますか。どんな主軸、あ、メガナイト、やばくね？メガナイトとスパーキー手に入るって、これめっちゃ豪華じゃね？はい、一つの攻め、エリババですね、他。エリババと、あ、エリババぐらいしかない。え、親衛隊とか。親衛隊？さては。え、ちょ、待って、気づいちゃった。このチャレンジ、スパーキー、親衛隊スパーキーめっちゃ強ない？え、そんなことないのかな？なんか、ペッカ、メガナイト、スパーキー、三重して、どれも数にきついと思うんですよ。エリババもか。唯一ですね。このデッキ、このチャレンジ、この選択肢4つの主軸以外に、エリババというね、攻めのパターンがあるんですけど、すべてにおいて、親衛隊強くないですか？やべえ。もう何個もチャレンジ動画上げたくなっちゃいますね。だから、この巨付けの枠を親衛隊にすればいいんですよね。もうそれだけだったらつまんないな。なんかもうちょっといじれると思うんですけど。なんかそんなわけでね。いろんなデッキ考えれますね。楽しいですね。よいしょ。インフェ、アイゴレ、バルーンとかですかね。いや、バルーンねえんですよね。このチャレンジバルーンないっすからね。お、めっちゃいい、ウッディ。ウッディ。これ、キョスケが。オッケー、ライドラ残し。あ、でも相手なんか、高回転インフェマスケでした。これ、待って、相手のデッキ何？なんで攻めてくんの？だって、バルーン、めっちゃバルーンじゃないですか。今んとこね、デッキ。だけど、バルーンはいないんですよ、このチャレンジに。そう。となると、はてな。スパーキー違うな。三重しか。三重しか。メガナイト。ペッカ。どれ？エリババか？君まさか。エリババか？いや、わかんないですけど。まあ。というわけで、ちょっと、キョスケ、一回組めれないんですよね。これ、どうしたもんだって感じなんですけど。いや、もう、でもこう、なんか、ホグとかバルーンとかいない世界なんで、なんか、平和というか、こうなんかね、楽ですね。こう、小物の攻めがいないので、言ったら、エリババしかね、いないので、端前急に来るってことがないですね。これ、ザップ構えちゃおう。おい。入らなかった。え、これ相手どうやって削るんだろう。多分相手も気づいたんじゃない。これどうやって削るって。ウッド削り。ウッドで俺あと2000削られるのかな。ちょっと待って、本当に待って。キリンさん、キリンさんって呼んじゃうね。何のデッキ本当に。マジで何のデッキだ。クエイク、スペル削り。なんかハードも、なんかハード追い込んでますね。あ、待って。これミスった。ザップなんかミスった。引きこもり？なんか、ミスったのかな？これマジで。捨てるだけで削ろうとしてますよね。でもこれ、絶対。あ、ちょっと時間かかっちゃいますね。ちょっとチャレンジ。ちょっと終わらせたかったんですけど。インフェルノタワー。インフェルノタワー、来る？普通。まあ。なんだ？これ多分もう相手クエイクで削るしかないですね。真面目に。真面目にクエイクで削るしかない。で、これ、ファイボが多分あったっすね。ああ、いい感じの。あ、待って、スパーキー？これは？スパーキーワンチャン？マスキに打て！お前なんでやってん？何やってんだ？そう。いや、これ相手、多分ミスったっすよね、絶対デッキ。なんで俺こんなデッキにしてんだってなってますもん。絶対。しかも僕も中型スペルがないんで、僕も困るっていう。削れないんでね。そう、ああ、ほら。もうスペルで必死に削ってますね。いやー、追い込んでますね。素晴らしい。さあ、というわけで、さすがにこれを止めるのは至難の技すぎる。という感じでね、多分このデッキ強いですわ。はい。ラバーとバルーンがいないんで、陸をメタれば最強。いや、親衛隊だから強いですね、これ。ラバーとバルーンがいないんですよ。だからこそ、ホバリングとか、そんなデッキを入れはじ、カード入れ始めると、まずすぐね、ごっちゃしちゃうんですけど。まあ、なんか、これ強いと思いますね。単純に。本当に。というわけで、スパーキーとメガナイト美味しいですね。しかも8勝で。ぜひ、皆さんクリアしましょうと
いうわけで、この試合勝ってね、終わりたいなと思います。舘野選手来ました。これスパーキー対策ですかね。まあ、あとペッカ。じゃあ今回の相手はしっかり考えられてる。中2少年って書いてますね。中2。中学2年生というわけで、子供をね、こうギッタンギッタンのボッコボコにね、あんま言えないんですけど。さあ、マジアチャプリンセス。ああ、今回メガナイトですね。ちゃんと入ってる。エリババとかではないタイプでしたね。さあ、いい感じのヒースピをして。たまにいますからね。エリババ。一応使えるんでね。使えるものは全部使った方がね、お得なんでね。何でも。そうですね。ルールに書かれて、こう、ダメって書いてないですからね。いいです。さあ、今回相手はプリンとマジアチャ。プリンとマジアチャきついな。この2万円距離。まあ、なんですけど、相手も形を組まれると、このゴリゴリ君がね、きついと思うんですよ。で、何がいたか覚えてないんですけど、もう、この巨助の人にいっぱいつけてあげたら、自然と相手きついですね。ザップ構えるぐらいですかね、あとは。あ、いい、ライドラ最強。そして、止まりませんよ。で、マジアチャを殴らせたので、ここね、ちょっと普通にコスト的な問題があると思うんです、相手に。この単体端前スケルトン部隊、これ結構強いですよ、思ってる以上に。そう。で、まあ、あとは、あ、ザーピアーよいしょ。さあ、というわけで、勝ちましたね。いや、報酬美味しいですね。これは、サブアカで、回りまくらないといけない事件にね、こう、はい、遭遇しちゃいましたよ、というところで、皆さんぜひ、ウルトラ2枚ゲットしてみてください。こちらの7円で一気で、クリアしていただけますと、ただだと、あ、できなくなっちゃった。僕はね、ただただ嬉しいです。というところで終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。